ランチ食べに博多区吉塚にやってきました。この交差点、道頓堀って書いてありますね。以前街歩きでもね、紹介はしたんですよ。でもなんで博多に道頓堀があるとって思うでしょ。道頓堀といえば大阪ですよね。私も行ったことあるけど、めっちゃにぎやかな街ですね。で、この地名の由来がこの方、安田道頓さん。まあ誠実そうに見えますが、私の好みではありません。でもこの方めっちゃ有名なんです。火も大阪に立っていますよ。意外にこういう日みんな素通りしちゃうでしょ。実はこんな話があるんです。今いる道頓堀、昔は畑ばっかりでした。そこで商人たちは商売の町にして盛り上げようと、大阪の繁華街をあやかり、この地を道頓堀と呼び始めたそうです。こんな感じだったそうですよ、博多の道頓堀。かなり賑やかですね。さあ、そしてこのお店、前から気になってたんですよ。だって私好みだから。素敵なこの外観、多分昭和からやってるお店ですね。笑ってます。安心してください、営業中です。手作り餃子もあるんだ。中華料理みたいですね。じゃあ行ってみましょうか。店内に入って驚くのはこの価格、とにかく安すぎる。これで糸って感じ。驚くのはメニューだけじゃないです。いやー、店内もザ昭和ですね、本当に。いや、私こんな店大好きなんですよ。素晴らしいですね。なかなかないですよ。今日はいい店見つけました。この天井の手作り感とかたまらんですね。歓迎してくれてます。ちょっと怖いですね。さあ、ランチいただきますよ。今日は焼肉定食。ビビらないでくださいね。この定食なんと550円ですよ。安くない？ちょっとご飯とかドカ盛りよ。すごいね、親父にぴったり。で、テーブルになんかあのセットしてあったお箸が長いんですよ。なんか料理作る時の箸みたいな。まあいいか。じゃあとりあえずいただきますよ、この長い箸で。おいしそう。味噌汁は母ちゃんの味ですね。懐かしい。おいしい。てかね、どのメニューもね、本当に安すぎるんですよ。ラーメンとか400円よ、このご時世。ありえんね。肉がまたうまい。これで550は絶対にお得と思う。肉もね、しっかりしたね、味付けでね、ご飯が進むくんですよ。これは美味しい。いや、いい店やん、本当に。このお店はね、夜もやってるんで、夜飲みもできますよ。一品料理もめちゃくちゃ安いけんね、多分グループで来ても格安やね。お父さん、中国ドラマを見てますね。ここのお店ね、あの駐車場はないんですよ。だからあの信号を渡った側に駐車場がいくつかありますから、そこを利用してくださいね。まあ料理もね、安くて美味しいんですが、この店にいるとね、懐かしい気分になれますよ。なんか癒されますね。昭和4、50年ぐらいに戻ってきたような気分ですね。メニューはかなり充実してます。うどんやそばなんかもあります。
とりあえずボリューム満点でお腹いっぱいになりました。キムチみたいななんか漬物がついてたんですけど、それも美味しかったし、マカロニサラダでしょ。あとね、キャベツにはドレッシングはかかってなかったんで、焼肉のタレを絡めました。食べてる途中でお箸がついてるのに気がつきました。だけどあの長い箸は一体何なんやろ。謎です。福岡一人飯ではディープなお店を募集中です。皆さんが知っているめちゃくちゃコアなお店、いやここはすごいよとか、ここめちゃくちゃ安いよとか、まあ B 級グルメ特に大歓迎です。公式 LINE またはコメントからお寄せくださいね。お待ちしてます。ここね、帰りにね、あのお母さんたちとお話したんですけどね、50年前ぐらいからやってるみたい。まあですよね、すごいですよ。まだ出前とかやるった、すごい。ウーバーの時代に出前です。でここがどこにあるかっていうと、吉塚ですね、交差点道頓堀。もうもうほんとすぐ、あここね、あの源風館も有名ですよね。このビルの1階に入ってますけど、あの千代にもあるんですけど、ここなんか身内の方がやってるとこね、道頓堀。